どうも高井です。スーパービジョンのパワーゲーム。この本を最近繰り返し繰り返し数十回数百回に迫る速度で読んでてるんだけど、こういうね入門系の本を読んでないと頭の中はパンクしちゃうなーって読んでて思った。事例がずらーってね、何ページだっけなこれ全部で。400いくか、400超えて、しかも文字の量もあるし、縦文字よりも横文字の方が速読ってしづらいわけですけど、この本ね、事例がね頭の中で整理していかないと全体像分かんないから、今後要素を分解していってアウトプットしていこうと思ってます。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。